アバディスを示す古代ゲイエジプトの地図。ブバスティスはアラビア語でテルバスタ、またはエジプト語でペルバストとしても知られ、古代エジプトの都市の一つである。ブバスティスはしばしば聖書のピベセトに同定される。その属するノモスの首都であり、ゲイエジプトのデルタ地域のナイル川沿いに位置し、猫科の女神バスト崇拝の拠点で、それゆえに、 猫のミイラのエジプトにおける主要な保管所であった。その廃墟は、現代の都市座がジグの郊外に位置している。エジプト語におけるブバスティスの名は、パープル・ビートン・ティーで、通常は、パーバストと転写される。PR は、家を意味し、2番目の語、ビートン・ティーは、女神バスとすなわちバステトの名である。イックで、バステトの家を意味し、すなわち、バステトの神殿という意味である。 コプト語、ボハイラ方言では、または、となっている。ニコルソン博物館展示のブバスティスの神殿の、ハトホルの中東、ブバスティスは、ゲエジプト第十八ノモスブバスティスノモス、すなわちアムケントノモスの首都として機能した。タニスの南西、ナイルのペルシオン支流の東岸に立地していた。このノモスと、都市、ブバスティスは、エジプトの軍人カーストの内カラシリエスの地区に、 割り当てられていた。第22王朝を最初の支配者で創設者であり、紀元前943年にファラオとなったシェションク一世以後王室在所となった。ブバスティスはこの王朝と第23王朝の間、最盛期であった。それはカンビュセス2世による紀元前525年のペルシアの征服以後、下り坂となり、 サイスの第26王朝の終わりとアケメネス朝の始まりの先ぶれをなした。エジプト第22王朝の君主は9人、またはエウセビオスによれば3人のブバスティスの王で構成されており、彼らの治世中にはこの都市はデルタで最も顕著な場所だった。ブバスティスの南にはすぐにプサメディコスがエオニアとカリアの傭兵の奉仕に奉承とした土地が割り当てられており、 都市の北側には、ファラオネコーニセイが始めたナイルと航海の間を通す、運河が始まっている。ブバスティスがペルシアによって奪われた後、その死壁は取り壊された。この時代より、第二アウグスタムにカ族衆の主教座ごとの、境界変年史に現れるものの、次第に、下り坂となった。ハドリアーヌス時代のブバスティス性の効果が存在している。 以下はヘロドトスがブバスティスに咲いた記述で、紀元前525年のペルシアの侵入後間もなくのことのようで、ハミルトンは廃墟の見取り図がこの歴史家の目の当たりに目撃した正確さを顕著に保証している、と述べている。ブバスティスのものよりも高層で、税を尽くした神殿はあるが、これほど見る目に快いものは一つとしてない。その様式は以下の通りである。 その入り口を除いては、水に囲まれており、二本の運河が川から枝分かれ、してきて、神殿への入り口まで走っており、どちらの運河も互いに入り混じることはないのだが、一方はその片側を走り、もう一方も、そのようになっている。それぞれの運河は100フィートの幅があり、その土手は木々に覆われて走っている。 グロピュライアは高さが60フィートあり、素晴らしく見事な出来栄えの彫刻で9フィートの高さに渡って飾り立てられている。この神殿は市の中央にあるので、周囲を巡りながらどの側からでも眺められる。このことは神殿自体は動かされたことがないが、その元の場所にそのままである一方で市が重ね上げされてきたことによる。神殿のすぐ周囲には、 彫刻で飾り立てられた壁が巡らされている。その囲いの内側には、彫像のある壮大な建物の周りに植えられた、相当性の高い木々の木立ちがある。その神殿の形は、一辺が、それぞれ長さ1スタディオンの方形である。入り口に接して、3スタディオンの長さにわたって、公衆市場を貫いて東方へと導く石で、築かれた道がある。この道は、 およそ400フィートの広さがあり、波外れて背の高い木々が配されている。それはヘルメスの神殿へと導いている。ファラオアメノピス2世のレリーフ、赤加口岩製。アメン神を崇めるファラオを描写したもの。第18王朝、およそ紀元前1430年頃から、セットスイス戦による追加の悲鳴付き、元ブバスティスより大英博物館所蔵。 ブバスティスは、猫科の女神バスと崇拝の拠点であり、古代ギリシア人はそれをアルテミスに否定した。猫は神聖にして、バステと特有の動物で、猫、または、メスライオンの頭部で表現され、記念碑の悲鳴において、しばしば神柱プタ派に付き従っている。従って、ブバスティスにおける墳墓は、猫のミイラのエジプトにおける主要な保管所であった。 ブバスティスの町とノモスのその最も顕著な特徴は、バストの神託とその女神の壮麗な神殿、彼女に敬意を表する例年の行進であった。神託は、ギリシア人定住者のデルタへの流入の後、バストのアルテミスとの否定が、現地のエジプト人も外国人もその伝道に引き付けた、ため、人気を増し重きを加えた。ブバスティスの祭りは、ヘロドトスによって描写されている通り、 すべてのエジプトの祭時期の中で最も楽しげで豪華なものだった。男女でいっぱいになり、ナイルに浮かべられてのんびりと下るすべての種類の橋気や川船。男たちはロートスの笛を吹き続けた。女たちはシンバルやタンバリン。そしてこのように音楽に合わせて手拍子や踊り、その他の楽しげな身振りや楽器を持たなかったりしたものはいなかった。彼らは、 川の上にいる間そのようにしたが、その土手にある町に差し掛かると、橋家は早められ、巡礼者たちは下船し、女たちは歌い、はしゃぎながらその町の女たちを冷やかし、服を頭の上にまでまくり上げる。彼らは、ブバスティスに着くと、驚くべきほど物々しい宿宴を開く。その年の残りのすべての期間におけるよりも多くの武道酒がこの日々に飲まれるのである。 この祭りの流儀はこのようなものなのである。そしてバストの共演を同時に祝するための巡礼者たちは知られているだけでも70万の多数に上るのだと言われている。現存の文献が4世紀と5世紀のブバスティスの3人のキリスト教司教の名を述べている。好奇心王国の最小ユーティの墳墓がエジプト考古学者シャフィク・ファリドによってブバスティスの 奇人の墓地で1964年12月に発見された。アメンホテップ3世の公式像の上半身、一組の彫像の一方、エジプト、ブバスティスより、アメリア・イドアーズ・コレクションより、ロンドンのエジプト考古学ピートリー博物館。2008年以降、ドイツ・エジプトのデルバスタプロジェクトが、ブバスティスでの発掘を指揮している。以前には、2004年3月に、 よく保存されたカノプス直霊の写しがこの都市で発見された。ありがとうございます。